皆さんこんにちは。静岡大学工学研究科の桑原義彦先生の研究室に来ております。では早速お話を伺ってまいります。電気自動車が普及してきました。しかしながらそれほど普及の速度は速くありません。それは皆さんご存知のように電気自動車というのはバッテリーで動いています。バッテリーですからバッテリー電結が起きるということになります。そうしますと走行距離が限られる。あと電結になりますと充電をしなければいけません。あとバッテリーというのは体積と重量が大きいですからどうしても電気自動車というのは重くなります。もし、この電気自動車にエネルギーがワイヤレスで送れたら走行距離が半永久的になります。あと充電がいらなくなります。バッテリーがいらなくなりますので重量を軽くできます。このようなことで、私どもの他にいろいろな研究者が走行中のですね電気自動車に電力を伝送する研究を行っています。私たちは、この電気自動車の前段階としてこのセニアカー、お年寄り用が乗る電動カートですが、これを使ってワイヤレス送電をしてみようというシステムを今回開発いたしました。まあ、一番手頃にやはり人が乗って動かせるモビリティだと思うんですね。それとまあ鈴木自動車ですねのものを使ってるんですけれども、鈴木さんがおっしゃるにはセニアカーというのは世界一売れてる電気自動車だということもありまして、あと地元企業ですねとまあ協力してやっていくという観点からもまあセニアカーというのをまあ選んだわけです。ワイヤレス送電の種類といたしまして3種ございます。電磁誘導方式、実況目方式、マイクロ波方式です。実況目方式が現れるまでは電磁誘導方式とマイクロ波方式が知られていました。実況目方式ですが、こちらの左側の図と比較いたしますとここにコンデンサーというのが入っています。コンデンサーとコイルによって、共振現象を起こすことができます。それを利用することによりまして共振する周波数以外のものには電力が送られないという特徴があります。また共振した時の送電コストが非常に高くなります。ここで自動車のエネルギー効率というのをご紹介したいと思います。こういったガソリンが持っているエネルギーを動力としてどれくらい、転換できるかという効率を示したのがここの縦の数字です。ガソリン車は、エンジンの熱効率がだいたい 20% です。でそれに駆動系のロストを含めますとだいたいガソリンの持っているエネルギーの 16% 程度しか有効利用していません。ワイヤレス送電システムですと仮にコイルの伝送効率 70% をこの値にかけますとだいたい 50% くらいになります。ですからこの表をご覧になってもワイヤレス送電を使った、自動車というのは非常に効率が高いということがわかります。現在実況目方式におけるワイヤレス送電が自動車業界によってどういう状況にあるかを説明いたします。この写真はとある自動車メーカーで開発中の停止中の車両にワイヤレスで電力を送るというシステムです。走行中の給電についてはなかなか発表例が少ないというのが実情です。私たちが考えているシステムは道路にコイルを埋めます。この点々としたところがコイルになります。その上にある自動車に電力を供給します。でこのシステムを実況目方式を使いますと人には共振しませんので人にへの電力の移動はありません。最初は高速道路、幹線道路、基幹システムのところですね、こういったところに整備をしましてそこではワイヤレス送電を使う。走行中ワイヤレス送電というのはあんまりポピュラーなアイテムではありません。そこでまず世の中にこういうものがあるということを知らしめるために人が乗って走行するようなシステムですね、こういったものを開発しようということですね。実況目方式の一つの欠点としてここにありますようにコイルが1対1に対抗していれば効率が非常に高いんですけれども、でこのコイルとコイルの重なる面積が小さくなりますと効率が低下してしまいます。これをどうやって防ぐかという観点で私たちはフラクタルループという、まあ、形状をコイルに適用するという提案をしています。それと
安全な送電システムの実現ということで、今そのシールドをどういうふうに行ったらいいかという自動設計ですね、こういった技術を開発しようとしています。フラクタルと言いますのは、こういった単純な図形を重ねて書いていくといったような図形です。で、このフラクタルループを使いまして、送信コイル、受信コイルを使いますと、この位置ずれがだんだんこのように、例えばこれ上が線やかですけれども、これがだんだんずれていくわけですけれども、ずれていってもそれほど送電効率が低下しないという特性があります。こちらがその計算値ですけれども、その特性を示したものです。横軸が位置ずれのパーセントですね。 100% ですと全くずれた状態、受電コイルと送電コイルが重ならない状態、 0% ですと、受電コイルと送電コイルが1対1に、対応しているといった状態です。赤い線が通常のフラクタルじゃなくて通常の方形コイルの特性です。で、フラクタルにしますと青線のようになります。で、フラクタルループを使いますと、例えば 80% ずれがあった場合、ほんの 20% しか、重なってない状態であっても 70% の送電効率が得られます。方形コイルですと、もうその時は 10% ぐらいしか遅れていません。こちらがフラクタルコイルになります。位置ずれに強いコイルとなっていて、コイルの位置がずれた場合にも高効率で電力の伝送ができます。こちらが完成した走行中ワイヤレス給電システムとなっております。そしてこちらがワイヤレス送電を利用して走行させるセニアカーとなっています。この部分にバッテリーがないことがわかります。で、こちらのセニアカーの下にこのような受信コイルがついています。こちらもここでコンデンサーがついていて、キョンシン延長を利用しています。で、次にこの3つが超音波センサーとなっていて、この超音波センサーを利用してセニアカーの位置を検出して、この下にあるリレーコイル、リレースイッチを切り替えることで送信する送電コイルを切り替えています。それでは超音波センサーの制御の説明を行います。まず、ここの1番目のコイルの上にセニアカーがあることがわかります。この制御画面で1番のところにパス対策がついていて、アウトプットが1番になっているので、今現在は1番のコイルで送信を行うことができるということになっています。それではセニアカーの出力側の回路を説明したいと思います。こちらが受信コイルから送られてきた交流の電気を直流の電気に変える整流器となっています。こちらがセニアカーは 24V で動作するので、出力電圧を 24V に設定する回路となっています。それでは準備ができたので始めたいと思います。まずセニアカーに電源を入れます。それではスタートします。続いてバックします。ではもう一度やってみたいと思います。バックします。今回私どもは方形コイルとフラクタルループの2種類のコイルについて評価いたしました。評価結果をまとめたのがこのスライドです。こちらのグラフをご覧ください。横軸はコイル間の水平面の位置ずれです。0がコイルの静止状態、50とありますのはコイルが半分しか重なっていない状態です。縦軸は電力伝送効率を示しております。赤がフラクタルコイルの横ずれ特性、方形コイル、青が方形コイルの横ずれ特性です。こちらのグラフを見ますと、フラクタルコイルについてはほとんど電力伝送効率が一定ということがわかります。一方、方形コイルは
50% しか重なってない状態になりますと効率が 50% 以下になってしまいます。こちらの表をご覧ください。こちらはセニアカーを走らせるために送電必要な送電電力を表しております。OK コイルではこういったフラットな特性の場合では 58W です。しかしながら継ぎ目に差し掛かるとその倍以上の 120W 必要です。フラクタルループは若干変動がありますけれども平均的には 52W 最大でも 76W の所要電力です。このことからフラクタルループは移動に伴う所要電力の変化はほとんどありません。方形ループは継ぎ目で2倍以上の電力が必要になります。この実験結果から私たちが提案するフラクタルループは走行中給電に非常に適していると言えると思います。最後に今後の計画をご紹介したいと思います。2016年度は人体への影響が小さいコイル形状取り付け法の検討、こういったものを持ちまして大きな展示会に出品し世の中に知らしめしていきたいというふうに考えております。それ以降ですが、実用化を促進するために例えば工場内の搬送ですとかゴルフカート、ゴルフコースでの実験ですとかそういった実用化システムを検討していきたいというふうに考えております。あるいは、小型モビリティビークルを使ったトックですねというのを申請いたしまして、そこで先ほどご紹介しました ITS ぶつからない技術自動運転ですとかといった技術と統合したシステムをに発展させていきたいというふうに考えております。本日は桑原研究室で桑原義彦先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。